なかなか面白かったじゃん。あの二人にしてはいい仕事してるぜ。どうだ、少しは気が紛れたか。うん、ごめんね、みんなに心配かけてたみたいで。気にすんなよ、仲間だろ。何かあったら遠慮なく言えよ。ありがとう。ちょっと部屋で休んでるわ。何かあったら呼び出しをお願い。あ、わかった。